かつては多くの研究者たちが住んでいたであろうこの遺跡も、今では誰の姿もない。そこにいるのは、かつて聖者であったであろう者たちの亡霊のみ。果たして、彼らの研究は成就したのだろうか。その答えは、誰も知らない。Thank you.
敵だよ、気をつけて。
封じを解きたくば、まじないを唱え。封じを。ちょっとの運賃を入り口まで500ドル。どうしようかな。屍タクシー。お安いご。おい。ご乗車ありがとうございます。当社は走行中揺れますので安全のため棺桶の。鑑定品をお持ちまとめて鑑ふむいい仕事しこれは
ご協力。よくぞマイケンのタン。おお。してほ。ほう。これぞ究極の味。美味であった。これぞ美味であった。これぞ本物の味。美味であった。これぞ美味であった。よかろう。稽古を始めるぞ。よし。ダブルアタックの攻撃力、我がスズメ流剣術、コマンドを確認するのだ。コンボチャンスの、よし、やって。うむ、見事だ。コンボ開始の合図を見逃さん。その剣術を必要レベルに。強撃は剣術の中で最も攻撃がただし、その隙もまた最も大きいので、使用す我がスズメ流剣術、コマンドを確認するのだ。コンボチャンスの、あ、よし、見事だ。強撃は剣術の中で最も濃い。新しい剣術を覚えたよ。よかろう。
屍タクシーです。ちょっとの運賃を払えば入り口まで。どうしようかな。屍タクシー、お安いご用です。ほい、ご乗車ありがとうございます。当社は走行中ゆる。ある王国に住んでた。そこで大きな過ちを犯したんだ。すまねえ、こんな話をするつもりはなかったんだが。忘れてくれや。俺はかつてある。そこですまねえ、忘れて。ですね、まとめて鑑定させていただきます。ふむふむ、いい仕事してますね。これは集めてくださった遺物は第二層から剣を持って第二層、いかがいたしましょう。かしこまりました。ご協力第二層から剣を持っていかがいたしまし、かしこまりました。ご協力毎度。ダンジョン初心者のあなたは、ダンジョン道場へよ。失われたここでは何を学びますか。そうですか。今あなたが踏んだのは、今の場合だと中にはワン。ご主人様の言いつけを守り、研究室へ入らなくなってから1年が経過しました。なんということでしょうか。私はいつしかご主人様に愛情を抱くようになっていることに
気がついてしまったのです。神よ、どうかこのような身の程を知らぬ私をお許しください。でもご主人様のお声がかかるまで長い長い時を私は待ちました。しかしご主人、記憶を封印する小瓶に出会ったのはご主人様に最後にお会いしてから何百年かが経った時でした。この大きな時の経過が意味することくらいは私でも理解しています。封じを解きたくば、これでよかったんだよね。屍タクシーです。ちょっとの運賃を払えばダンジョンから一発で出し入り口まで。どうしようかな。屍タクシー、おやすごい。ご乗車当社は俺はかつてそこで、すまねえ、忘れて
し、すべての記憶が戻りました。メルンさん、きっとあなたのおかげなのですね。僕、どうしていいのか迷ったんだけどね。でも、きっと一度は忘れたいと思ったかもしれないけど、ロゼッタさんがロゼッタさんであるために、なくしちゃいけない大切な記憶だって思ったんだ。メルンさん、ありがとうございます。この記憶を失ってから、私の目に映る世界はとても虚しく、輝きを失って、たとえもう、あのお方に会えないとしても、その記憶が今の私を作っていたのですね。だって、今はこんなにも世界は、儚くも美しく見えるのですから。私は、あのお方が作り出したホムンクルス。あのお方から授かった、この命を大切に生きよう。今はそう思えるの。メルンさん、お礼にこれを持って行ってください。待ち続けている間、あのお方にプレゼントをしようと、私が作ったものです。もう、あのお方へお渡しすることも叶いませんので。すごく綺麗な石。ロゼッタさん、ありがとう。第三層は、多数の転移魔法陣で構成された混沌の正解の魔法陣には、確か一定の法則があったはずです。いかがいたしましょう。かしこまりました。ご協力、毎度。
この本棚、中にスイッチがあるよ。スイッチには文字が刻印されているよ。この本棚、中、スイッチには文字が、この本棚、スイッチに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 、うまくいったみたいだね。よし、行こう。ここは、あれ、目が、かすんで、不思議な空間の力により少女は深い眠りに落ちる。夢か、うつつか。眠りの中で少女は過去の世界、この空気一体何。ここは深淵と内潮の狭間。ようこそ我が研究室へ。ニコラ・フラメル、あなたは数千年前の錬金術師のはず。なぜ。私が研究を始めてから数千年、私はその身を深淵に投げ込むことで肉体を捨て永遠の存在となった。そして私が深淵から現世復活を果たすとき、私たちが求め続けた賢者の意志が発現するのだ。今こそ現世と深淵が交わる時。呆れた。不老不死を実現するため自ら深淵に落ちたの。ついに長きにわたる私の研究は成就する。そのためにまずはお前の肉体をいただこう。そんなものが賢者の石だなんて狂言、私は信じない。なぜなら賢者の石とは常に私たち錬魔術師の道を照らし続ける道しるべなのだから。賢者の石を求めてここへ来たけれど、とんだ期待外れだったわね。抗うならねじ伏せるまで。無駄だ。さあその体を漆黒の闇に捧げよう。私はどうなったって構わない。でもね、上に残してきた私の家族には触れさせない。なんだ
力は。バカな、深淵の穴が下がっていく。その耳、髪の色、あの女の娘だな。さっきの夢に出てきた錬金術師フラメル。あ、お母さんは封印の結界を娘の手によって解かれるとは。なんとも間抜けな話ではないか。あの女の時は失敗したが、娘よ、お前の体もらい受けよう。Yeah!
けねえ。この程度で終わりと思うな。火は勇気を胸として、剣は虐げられた者を守り、その力は弱きを助け、その言葉は真実のみを紡ぎ出す。そしてその怒りは悪を断つ。さあ小さな騎士よ、今こそ立ち上がるのだ。メルンさん、私はあなたのおかげで自分と向き合うことができました。本当に大切なのは自分に素直になることなのですね。ご主人様、もういいのです。これ以上人を傷つけないで。それがあなた様のためなのです。あなたは常に守られているわ。お母さん、みんな、勇気、真実、愛だと。Yeah!
メル？お母さん！今まで寂しい思いをさせたね。お母さん！お母さん！さあ、あなたも私と一緒に深淵へ落ちましょう。こんなにも醜い世界は、深淵の力を使って一度消してしまわないといけないのよ。さあ、早くこちらへいらっしゃい。違う。お母さんは、そんなことは言わない！フラメル！何をするの、メル。お母さんのふりをするな！やめて、メル。助けて。僕にはできないよ。メルン、ルナ、遅くなってしまってすまない。僕は大切なものを何一つ守れやしない。本当にどうしようもないやつだ。僕にはわかるよ、ルナ。君の魂ではない別のものが君を動かしているんだろう。せめて最後くらいは僕が。ルナ、愛しているよ。今日は彼女は来ていないのか。なんだ、おめえは一緒じゃねえのか。一体何の話だい。あの錬魔術師の嬢ちゃんが王国を立つというから秘密の抜け道を教えてやったのさ。おめえら最近仲良さそうだったじゃねえか。だからよ、俺はてっきりおめえを逃がすためかと。あ、その抜け道というのはどこだ。おいおい、なんだよいきなり。あなたは王国に残りなさい。そうはいかないよ。大体、君に当てはあるのかい。当てを探すための当てくらいはあるわ。それは当てにならないな。ごめんなさいね。
私は一人でも平気。この子も私が必ず守ってみせる。大丈夫、きっとなんとかなるから。目覚めた時そこにあったのは、しみるような雪の冷たさと果てしなく広がる孤独だけだった。そしてこれからも僕は、ああ分かっているよ。さようならルナ。私の数千年にもわたる研究もここまでか。お母さん、お母さん。これで終わりだ。待って。お願いです。待ってください。なぜ、なぜだ、ロゼッタ。なぜ私を。それは、私が、あなた様のことを愛しているから。愛、だと。皆さん、ごめんなさい。このお方の罪は、あちらの世界で必ず償います。だから、どうか。愛だの、勇気だの。そんなものが、私の探求心を上回ったというのだろうか。ロゼッタ、私は。ご主人様、もうすべて終わったのですよ。多くの命を奪ってまで、私は何をしていたのだ。この研究が終わったら、お前とどこか静かなところへ移って余生を送りたかった。なのに、どうして私はこんな。きっと世界はあなた様を許さないでしょう。罪の償いに何千年、いえ何万年かかるかも分かりません。ひょっとしたら
何年かけても償うことができないのかもしれない。その果てしない旅路。私がお供いたします。ロゼッタ。さあご主人様、参りましょう。向こうへ着いたらいつもの紅茶を入れますよ。はは。メルンさん、辛い思いをさせてしまって本当にごめんなさい。ルナさんの魂は責任を持って天国へ送り届けます。私はきっとこのために存在していたんだと思います。私もうずっと昔に死んでしまっていたみたいなんです。それでは私たちは参ります。まだずっと先になるでしょうけど、いずれまたお会いいたしましょう。ルナさんと一緒にお待ちしておりますね。ルナ、ルナ。お母さん、旅芸人さん、詳しいことは地上に戻ったら話そう。すまない、君は先に地上へ戻ってくれ。かつては真摯なる研究のしもべであったニコラ・フラメル。賢者の石は物質としてそこには存在しなかったが、彼の魂を数千年の間も束縛してしまうほどの探求心がそこにはあった。その類稀な探求心こそが人類最高の宝、賢者の石だったのではないだろうか。そして全てを顧みない探求心にも勝る感情こそが彼をも打ち負かした愛なのだろうか。しかしながら愛は時として愛する人を傷つけることも厭わず、愛もまた人の持つ深淵なのだろうか。すべての真相にたどり着いた少女は一人帰路へと着く。少女は思う。今自分の目の前にある世界、そしてこの命、そのすべてはきっと母からのかけがえのない贈り物であったのだと。
お主、一体今までどこに行っておったじゃ。おじいちゃん、ごめんなさい。その日、メルンちゃんは初めて怒るおじいちゃんを見ました。でも、なんででしょうか。怒られているのに、なんだか心はとても温かかったのです。メルンちゃん、僕はルナにも君にも何もしてやれなかった。今から全てを話そう。洞窟から出るときにね、お母さんの声がして教えてもらったんだ。旅芸人さんは僕の。
メルン。命というものは、いつか終わりが来てしまうものだわ。だから、今という時を大切に過ごしなさい。そして、その命が続く限り、歩みなさい。求めなさい。立ち向かいなさい。信じなさい。愛しなさい。そして、次の世代にその魂を伝えるの。あなたには家族がついている。大丈夫。あなたならできるわ。さあ、お行きなさい。こうして、多くの魂は救われた。しかしこれは、一つの結末に過ぎない。真実とは、常に目に映るものが全てではないのです。再び過去へと遡り、彼女を今一度、救い出してもらいましょう。これは、たゆたう泡のようなおしゃべり。されどそれは、捨ておけぬ真実の物語。さあ、お目覚めなさい。メルンさん。メルンさん？あ、ロゼッタさん？僕は、あれれ？メルンさんに私の作った飾り石をお渡しした途端、急に倒れられたのです。させちゃったみたいだね。でも、もう大丈夫だよ。本当に大丈夫なのですか？うん。それより、第三層の探索の続きだったよね。はい。どうかお気をつけて。正解の魔法陣にはいかがいたしましょう。かしこまりました。おかしかねえか。進めないよ。
第3層は正解にいかがいたしかしこまりました。ご協力毎度あり。